こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。花田さんの手が出ていますね。失礼いたしました今日はですね、特別番組なんです。過去3週間この私の番組ではですね、国家戦略特区としての、獣医学部新設問題を取り上げてきました。まず最初にご登場いただいたのが国家戦略特区の特別委員会の原英二さんでした。そしてその次が参議院議員の青山茂春さんでした。そしてその次が加藤守幸前愛媛県知事でした。非常に多くの人たちから本当によく放送してくださいましたという、お便りをいただきました。そこで今夜はさっき申し上げましたように特別番組を組みました。なぜこの獣医学部新設問題が安倍内閣のスキャンダルとなってしまうのか、それはメディアの問題ではないのか、メディアがどんなに変更しているのか、そのことについて今日は3人のゲストといいますか、お仲間をお招きして特別番組をお伝えしてまいりたいと思います。ゲストのご紹介です。まず産経新聞の論説委員畔蒜瑠衣さんです。よろしくお願いします。そして文芸評論家の小川栄太郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして私のパートナーといいますか、あなた今手がキューッとこう打てるような感じでましたけれども、はい、月刊花田編集長右向け右のキャスターの花田和也さんです。どうぞよろしくお願いします。さて安倍総理がですね、第3次安倍内閣を、組閣なさいました。まずこの安倍内閣の組閣について本当に短くちょっとおさらいをしていきたいというふうに思うんですが、今回の安倍さんの組閣、いろんな目的があったと思うんです。安倍さん、まずどういったところにこの特徴をご覧になりました？はい、これはまず非常に手堅いですね、守りの内閣であるということが一つですよね。はい、それは経験者、防衛省経験者の小野寺さんであるとか、いくつも大臣を重ねてきた林さんであるとか、おおよそです、ね、はい、小野寺さんとか失敗をしにくいであろうという方を中心に集めたということが一つですね。もう一つはですね、ポスト安倍と言われている一人、岸田さんをですね、政調会長に置く代わりに岸田さんの、近い派閥の近い方とかをですね、多く派内に組閣、岸田さんのところから入っていますよね。はい、入れたこともあります。小野寺さんもそうですかね。はい、そんな、そうですね、それもありますし、もう一つはですね、あとやはりライバルである石破さんのですね、割と近いとされている議員をまた何人か入れたわけですね。農水大臣だとかですね、農水大臣の斉藤健さんですね。その他何人か入れました。梶山さんとかですね。梶山さんは梶山清六さんのご子息ですかね。はい、はい、これでですね、実はいわゆる石破派の中ではですね、すでに来年9月の総裁選では、20人の推薦人集められないんじゃないかっていう、石破さんが、はい、なるほど、そういう声ももう出てます。ですから表の手堅さと同時に裏ではやはり政治家の正しらしい老快さを出した内閣かな、安倍さんって意外に老快ですよね。そうですね僕はだから自分のブログに、今回の内閣はですね、石破潰し内閣だというふうに書いたんですね。今おっしゃったように、その小野木さんだって石破さんに近い人でね、斉藤健さんでしょ、で野田聖子さんも結構仲いいわけですよ。だからもう次に出るときに今安倍さんがおっしゃったように20人集められないんですよね。でこの野田聖子さんというのは小池百合子さんと割と近いわけですね。それをちょっとうまく取り込むという形です。なるほど、野田さんを通じて小池さんと手をつなぐ。小川さん、どうぞ。いいですか。一方でですね、やはりその河野洋平さんに我々、嫌な目に遭ってきましたので、ここにご子息の太郎さんが外務大臣になりました、お父様と。太郎さんがなったことに意外感だったり失望を覚えている方もいらっしゃると思うんですけど、ただ全然違うんですよね。お父様は5月31日の講演で安倍さんの憲法9条に自衛隊を明記するなんて言って間違っていると、9条に触る必要はないと講演で述べましたが、それからしばらくして6月23日の太郎さんの側のブログには、自衛隊を、加える会見に私は賛成だとはっきり書いてる。なるほどね。その点は河野太郎さんというのは
あれですよね、ある意味では、まあ、絶対に発言を臆さないと、はい、で誰かに媚びることはしないので、どこでちょっとびっくりする、暴走するかかなっていうのが一番心配ではありますけれども、ある意味で言うとあれですよね、このお父さんのやったことをこう金貨玉城みたいに守るタイプの息子さんって政治家とはちょっと違う気がしますね。あの自衛隊の日報の問題でもすごいはっきりしたこと書いてますよね、うん、あれもすでに3月2月15日 2月6日に公開されてるんだ、2月6日に公開されてるんだ、全部が、だから隠蔽する理由がないっていうこと、隠すも減ったことないんですよ、うん、稲田さんも、私はもう公開したんですと、情報は公開しなさいと言ってるんですと、はい、2月6日に公開してるわけだから問題ないと、はい、河野太郎さんがお書きになる、うん、自分のあの書いてるんですよ、はい、もちろんその考え方が安倍さんとイコールでもなければ、うん、違う部分もたくさんあると思いますけれども、はい、まあ、内閣に入り上は内閣の一員として方針に従うということは明言してらっしゃるから、そこはあまり心配してないんです、ね、あの組閣の日の夜の記者会見でもそのことは強調してましたね、はいはい、これ大事なことですよね、はい、また安倍さんご自身も自分の記者会見で、これ質問がなかったにもかかわらず、歴史認識についてよく指摘されますが、河野さんは内閣と完全に一致してますと、やっぱり総理も気にしていらっしゃるんだ、もうあの桜井さんあたりにこう叱られるんじゃないかと。いや、私はそんな叱りませんけれども、で、あの小川さんはね、官房副長官が実は意外に大事なんですよということをおっしゃってましたね。あのこれはある意味で、まあ、長官を支えるだけではなくて、まあ、今実際に官邸主導とずっと言われてきて、はい、実際ものすごいある意味で強い政治だった、うん、でその強さっていうのは一つはやはり集中だったんですよね、うん、でもその集中の中で菅長官という柱と、それからやはり総理の秘書官の今井さん、はい、でこの、まあ、2本立てといいますかですね、こういう官邸の中でやはり副長官がどういうその、まあ、膨大な仕事を副長官がこなすんで、もう実務だけどおそらく大変だとは思うんですけれども、やはりこの半年を見ると、あの、まあ、この半年の副長官が悪かったっていうんじゃないんですよ、うん、ただあの危機管理、要するに このこれからのマスコミとの話題になりますけれども、はい、やはり今回やはり情報戦を仕掛けられたと、少なくともある段階からはものすごいもう情報戦になったわけですね。凄まじかったですね。凄まじかったですよね、うん、ただやはりこの情報戦に対してもう菅さんも今井さんも手一杯になっている時に、もう一歩距離を持ったところからですね、ズバッとこう情報戦に一緒に戦えるという要素は非常に重要になると思います、でその意味であの西村さんも非常にあの、こう地味に言って実際発信力のある方ですし、はい、まあ、あの少し私は期待はしてるんですけれども、野上さんってどうなんですか。野上さんというのは、まあ、この人はですね、あの口が固いというか、はい、まあ、記者にとっては面白くない政治家ですよね。こんなんとかしたって何にも喋らない、なるほど、まあ、なんていうか手堅いというか固い方ですよね。杉田さんはもうあの非常にですね、ベテランの、ね、まあ、警察のベテランの官僚ですから、うん、そういう意味で言うとですね、あの逆に政治サイドがきちっとすると杉田さんの方は締められるんじゃないかと思うんですよね、うん、今回杉田さんがあの内閣人事局長を兼ねるんですね、うん、今まではあの政務、いわゆる政治家の萩生田さんが務めてたのを、わざわざ事務官僚出身の杉田さんに戻したと、うん、その心はこれはですね、必ずしも総理や菅さんの本意ではなかったかもしれないんですが、誤ってる政治主導だとか行政を歪めならなどと言われることをですね、嫌ったんですね、あのそんなことはないんだと、じゃあ、まあ、本来政治主導だから政治家が握るべきかもしれないけれども、だったら杉田さんにやらせるから文句ないだろうっていう、まあ、そういう含みですよね、でもこれは人事においてやはりあのもう政治っていうのはよく総理自身もね、はい、そのまあ、二歩前進して一歩半引くじゃないけれども、本当に歩幅前進の世界だということをよくおっしゃるんだけど、ある意味で言うとね、やはり安倍政権のこう今年入るまでっていうのはもう進みすぎるぐらいある意味で進められた政治だったと思います、ですからあの、まあ、これを機化としてですね、まあ、あの閣僚人事全体もやはり、あの挙党体制になったと、まあ、安定したないあの印象は受けます ね、はい、あとやはりその安倍総裁のこう、まあ、よくお友達と言われますけど、お友達って同志って意味ですからね、はい、そう同じ政治信条を持った人間で、南部長期政権でもね、やっぱり一度立ち止まって、むしろ野田さんであるとかですね、
こう一定の総理に対する批判をしてきた人を取り込むというのはですね、やっぱり自民党の長期政権って伝統的にそういう人事手法を必ず取ってきたと思うので、私はここで逆に、まあ、変なの良かったんではないかなというのはこの人事を見た時には感じましたけどね。実際ですね、今日もうすでに、世論調査の結果がちらほら出始めまして。あ、そうですか。どういうふうになってますか。例えば共同通信では 44.4%。 あ、上がったじゃないですか。9ポイントぐらい上がったのかな。何ポイント。9ポイント V 字回復じゃないですか。で、毎日新聞は35と低いんですけども、前回が26でしたから、あ、9ポイント上がった。9ポイント上がった、まあ、共同が8ポイントだったかな、まあ、ちょっと正確じゃありません。まあ早速それぐらいは上がっているわけですね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。